J アラートという仕組みがあります武力攻撃など対処に急を要する情報を国から地方自治体そして私たちに伝えるこの J アラートは各自治体から防災無線や携帯電話のメールなどで知らせる仕組みとなっておりますしかし今回このシステムが作動しませんでミサイル発射の情報が伝わってきませんでした。 この原因は一体何だったんでしょうか防衛省担当の安西陽太,太記者です安西さん何かあの原因は分かりましたかはい政府はミサイルが日本に落下する恐れがないと判断したため J アラートは作動しなかったと説明しています通常 J アラートは北朝鮮が発射したミサイルが日本に飛んできた場合日本に落ちるかまたはその手前や上空を通過する際に作動します ところが日本の排他的経済水域に落ちたにもかかわらず今回は我が国への影響がないということで作動しませんでした実際 J アラートがどれくらいの距離で作動するかは安全保障上答えられないとしています政府関係者によりますと朝鮮半島の西側から発射された場合半島の山を越えるためどうしても最初の兆候や各地は韓国とアメリカのレーダーや衛星に頼らざるを得ないということです また、今回は移動式の車両から発射されたと見られており確認が難しく迎撃できない可能性もあると指摘しています北朝鮮からの予告なしのミサイルが日本に飛んできた場合しっかり対処できるのか政府の迅速な対応が求められます